世界一危険な鳥というとワシとかハゲワシを想像するでしょうか。でも驚いたことに、そのような恐ろしいとされている鳥よりも低い鳥の方が大きな危害を与えることがあるんです。最も大きな低い鳥の種は平均的な人ぐらいの身長、そして体重があるものもいます。このぽっちゃりした鳥は飛ぶことができませんが、安心するのはまだ早いですよ。高速で走るこの鳥から逃げることはできません。泳ぎもうまいので水中でも捕まってしまいます。時速 50km で走ることができるので、怒った低い鳥が追ってきているなら車で逃げなければならないでしょう。でも襲ってくるのは稀なので、それほど心配はいりません。鳴かない白鳥は優美で美しい動物です。少なくとも見た目は。ですが 13kg ほどの身近な鳥だと思い、触れるのはダメですよ。翼の中にある骨のような毛爪で敵を攻撃するからです。翼腹が約 2.5 メートルあるその翼で叩いてくる上に噛むんですよ。だから近づかないでくださいね。特に子供の白鳥が近くにいる場合は人を追ってくることがあります。それに鳴かないというのは誤解なんです。大きなシュッという声を出したり、吠えるように威嚇することがあります。その場合は近くに寄りすぎているという警告ですよ。人間とカササギは昔からおかしな愛憎半ばのような関係でした。中ぐらいの大きさの鳥でかなり攻撃的になることもありますが、適切な扱いをすれば友好的な関係を築けるでしょう。彼らは人間の顔を認識し、美味しい食べ物をあげた人のベランダに戻ってきます。でも怒らせるとそのことも覚えていて恨みを抱きます。だから気をつけてくださいね。ペリカンは愛の象徴で、子供を守るためならいつだって自分の命を犠牲にすると言われています。なるほど。獲物を噛み砕いたり引き裂いたりせず、そのまま飲み込めるのもうなずけますね。だから彼らの巣には近づかないでください。人間は小さな魚じゃありませんし、ペリカンのくちばしは人間を食べるには小さすぎますが、それでも噛まれたくないですよね。次もペリカン目のハシビロコウです。鳥としてはかなり背の高い 1.5 メートルで、人間の平均身長より少し低いぐらいです。そのおかげでワニと戦うことだってできます。まあ赤ちゃんワニとですけど。でも強力な顎の一撃だけで戦いに勝利することができるんですよ。それでもまだ怖くないって。彼らは血の凍るような鳴き声を発します。超大作アクション映画に出ているような気分になりますよ。臆病なダチョウは恐れるに足りないって思いますか。いえいえ、そんなことはありません。まず彼らは頭を砂に突っ込んだりしません。これは錯覚なんです。よく考えると砂の中では息ができませんよね。それに彼らは子供に対して過保護です。何者かが子供に近づくと、このヘビー級の獣が街を走る車ぐらいのスピードで突進してきます。それでも怖くない。この事実はどうでしょう。ダチョウはニワトリと同じで、現在生きている動物の中で最もティラノザウルスに近いんですよ。不快な匂いを別にすれば、スメバケイはおおむね無害ですが、ヒナの翼は危険です。ヒヨコの翼には他と異なる鍵爪があり、いろいろと役に立っているんです。まずは捕食者から身を守る役割、そして巣から落ちてしまった場合に木に登るのにも役立ちます。成長すると乳歯と同じようにこの鍵爪はなくなります。大きさは関係ないこともあります。ハチドリはとても代謝のいい鳥です。もしあなたが普通の体重を保とうとするなら、1日に 150kg の食べ物を必要とします。でもハチドリの寿命は短く、たった3から5年なんです。髪を染める人は実はヒゲワシと共通点があるんです。目的を持って染料を使うのはおそらく地球上で人間とヒゲワシだけでしょう。ヒゲワシは赤土で羽を染め、他の鳥に自分の優位を示します。人間はというと気分を変えたいだけですかね。
カリフォルニアコンドルは飛行機ほどは大きくありませんが、それでも巨大です。翼長は3メートル近くもあるんですよ。人に危害を与える可能性もありますが、出会う可能性は低いです。アメリカに200羽ほどしかいませんからね。冷蔵庫に何か美味しいものがないか探しても見つけることができないとき、オーストラリアツグミなら冷蔵庫におならをするんです。気持ち悪いですが、彼らはこうやってミミズを探すんですよ。ガスで攻撃してショックを与えると、ミミズは簡単にオーストラリアツグミの獲物となります。鼻をつまんで召し上がれ。臭い話はおしまいにして空を見上げましょう。毒を持った鳥がいるなんて思わないと思いますが、いるんですよ。ズグロモリモズです。研究でこの鳥を扱った後、しびれや灼熱感があるということがよく起こったことから、毒があることが分かりました。羽の特に裏側に多量の毒素を持っているんです。自分自身で毒を作るわけではなく、食物とする甲虫類から毒を得ていると考えられています。スメバガンはどうでしょうか。この鳥も毒を持っていることで有名で、土半妙を食べることから毒性を得ています。触っても安全ですが、食べると取り返しのつかないことになりますよ。火を通しても毒素はなくなりません。他にも食べない方がいい鳥にヨーロッパウズラがいます。普通のウズラと間違えないでくださいね。ヨーロッパウズラはとても毒性が高く、肝不全のような恐ろしい結果を招きます。これはこの鳥が食べる草のせい。でも幸い毒があるのは移動する季節だけで、移動しない時期は美味しくて食べても安全なんです。安全かどうか確信が持てない時は食べるのはやめておきましょう。ふわふわで可愛い白フクロウを見つけたら目を閉じて逃げましょう。純真に見えるかもしれませんが、カミソリのような鋭いかぎ爪を巧みに使うんですよ。そして頭や目といった弱点を狙ってきます。甘く見ないでくださいね。もう一種類出会いたくない鳥は茶色モズツグミです。早口で言ってみてください。茶色モズツグミ。無邪気そうな目をした小さな鳥ですが、騙されないでください。この見た目を覚えておいて絶対に触らないでください。悪名高い中南米のヤドクガエルと同じぐらい有毒ですからね。ズアオチメドリは体は小さいですが、毒性メカニズムのおかげで無敵なんです。食べるのは毒性を与えてくれる特定の種類のカブトムシだけです。触っただけでもおそらく中毒症状でしびれが来るでしょう。加熱しても毒は消えませんので、それは避けられないことです。イヌワシは鳥界のパワーリフティング選手です。最高で 1.8 キログラムを持ち上げることができるんですよ。カメなどの獲物も軽々持ち上げます。この最強の鳥は幼児を連れ去ることもできますが、実行することはありません。またモンゴルでは狼狩りにこの鳥が使われているんです。カナダガンは長年人間の近くに生息してきましたが、特に発情期、人間が彼らの巣に近づくと警戒します。その時期、ガンは卵やつがいの片割れ、ヒナにとって脅威となると判断すれば、人間を追いかけて噛むこともあります。攻撃されたくなければゆっくりと後退するのが一番です。空を飛ぶロマンティックなカモメが脅威になることなんてないように思えます。最悪糞を落とされるだけじゃないかってね。でもそんなことはないんですよ。とても攻撃的になることがあるんです。多くのカモメの種は理由もなく攻撃してくることはありません。ですので気をつけるべきことは、彼らに触らず巣に近づかないということです。もしタイムマシーンが発明されたら、絶滅した鳥に十分気をつけてくださいね。ベロキラプトルは他の恐竜と同様、中生代の生き物。実はカギ爪と羽がある鳥で、爬虫類ではないんですよ。カギ爪は短剣のような形で何でも切ることができますので要注意です。未来に行った時も気をつけてくださいね。
どんな鳥がいるか分かりませんから。ある日の夜、あなたは暗闇の中で視線を感じ目を覚まします。目を開けて見てみると、なんだ、ビスケットか。昨日から飼い始めたペットのハムスターが目の前に座っています。しかしなんだか違和感があります。突然ハムスターは後ろ足で立ち上がり、狼のように吠え始めます。声は高く、まるで口笛のようです。そして窓に向かって走り回り、最後にあなたを一目見て通りに飛び出します。一体何があったのでしょう。落ち着いてください。ペットのハムスターだと思っていたあの生き物はオオカミネズミ、バッタネズミとも呼ばれる生き物です。狩りが得意で機敏で迅速、そして痛みを感じません。バッタネズミは北アメリカに住んでいて穴を掘るのを嫌います。人間を家から追い出すことができれば働く必要はないですよね。可愛くてふわふわしていますが、このネズミはバッタ、ヘビ、クモを食べます。そしてアリゾナバークスコーピオンが大好物。アリゾナバークスコーピオンは非常に有毒ですが、この可愛い生き物は気にしません。何百万年もの進化の中で齧歯動物はサソリの神経毒をエネルギードリンクのように利用できるようになりました。バッタネズミにとって毒は人間にとってコーヒー100杯のようなもの。しかも飲むと痛みを感じなくなります。ネズミの体内の毒が多ければ多いほど凶暴になったように見えます。戦いの後、齧歯動物は頭を夜空に上げて吠えます。音は笛のようなものですが、ものすごくうるさいです。動物がサッカー場の中央で遠吠えしたとしたら、スタンドから出ても聞こえます。このようにしてネズミは、一番偉いのは僕だ、分かったか、と周囲の動物に伝えます。え、そんなの信じられないって。かわいそうなサソリに聞いてください。つまりあなたが部屋で目覚めた時、ネズミは勝利の歌を歌っていたということ。部屋に侵入したサソリを追い払ったのでしょう。バッタネズミが小さくてよかったですね。もし近くで見つけたらすぐにそこから出てください。このオオカミネズミが狩りをしていて近くにサソリがいることを意味します。赤ちゃんネズミでさえ攻撃的です。それはまるで古代スパルタの子供たちのよう、生まれた瞬間から戦う準備ができています。想像してみてください。地球作りをしている会社に就職したとします。出社すると上司が、君、今夜までに新しい動物の案を出せと言います。あなたは張り切りすぎてカモノハシを作ってしまいました。この動物は柔らかい毛皮で覆われており、ビーバー尻尾と足ひれ、そしてアヒルのようなくちばしを持っています。カモノハシは産卵しますが、赤ちゃんに母乳を与えます。イメージできますか。またオスのカモノハシは後ろ足に毒のある毛爪を持っています。毒は人間にとって危険ではありませんが、それでも動物を触るのは避けた方がいいでしょう。万が一刺された場合、1週間は激しく痛みます。地球上で最悪な気質を持っている動物は何でしょう。それはラーテルです。スカンクが週に5回レスリングジムに通ったらこんな感じになるでしょう。しかも匂いもそんな感じ。ラーテルの体重は2歳の子供程度ですが、どんな動物も恐れません。毒蛇、ライオン2頭、ハイエナの群れが来ても全然平気。相手を攻撃し勝ちます。蜂蜜が欲しければラーテルがミツバチの巣箱を壊してくれます。というのも刺されることを恐れていないんです。ラーテルの皮は厚く突き刺しにくいという特徴があります。また鋭い爪と強い顎を持っています。ラーテルはアフリカ中の生き物を怖がらせますが、北米とユーラシアにはいとこがいます。そしてそれらの動物も短気です。体は大きくないのですが、クズリはクマやエルクを攻撃することを躊躇しません。この生き物は中型犬より大きく成長しませんが、怒らせたら間違いなく危ないです。丈夫で泳げてとても速いです。また幅の広い足はスノーシューのようなもの。
雪に埋もれることはありません。木の上でくずりから身を隠すこともできませんよ。驚くべき敏捷性を持っていてさっと登ります。ウォンバットはふわふわのクマに似た可愛い動物です。ずんぐりしていて体重はジャーマンシェパードと同じくらいです。この生き物はオーストラリアに住んでいて、深い穴を掘り、世界で最も独創的な方法で身を守ります。敵が地下の住処に入ろうとすると、ウォンバットは入り口を背中で塞ぐんです。背中は4つの融合した骨で構成されていて、ウォンバットにとってそれは一種の盾であり、捕食者がそれを噛むことはほぼできません。この動物は温厚ですが、視力が悪く頭が良くありません。そのため脅威を感じたらすぐ攻撃します。灰色マングースはコブラとの戦いに関しては真のチャンピオンです。戦いの間、美しく速く踊り、ヘビは反応する時間がありません。コブラは疲れてなるべく早く逃げようとします。またこの動物は厚い毛皮とコブラ毒に対する免疫のおかげで、コブラの牙から守られています。マングースは猫の親戚で、インドで人気のあるペットです。飼い主の膝の上に座るのが大好きですが、ワイルドな性格を保ちます。自然界でマングースが人を攻撃することは滅多にありませんが、追い詰められるとどうなるか分かりませんよ。地球上にラットが何匹いるのか正確には誰も知りませんが、少なくとも私たち人間の2倍です。笑ったり夢を見たりストレスを感じたりできる素晴らしい生き物。群れで住んでいて、自分よりも何十倍も大きい獲物を狩ることができます。科学者たちは7500万年前の恐竜のあばら骨にラットの噛み跡を見つけました。また王もいます。王冠をかぶっていませんが、尾が結び目で結ばれている数匹のネズミの集まりが王と呼ばれているんです。これまでに記録された最大の王は32匹の動物の集合体でした。フクロネズミまたはオポッサムは恐竜の時代から存在しています。この生き物は演技が得意だからこそ、今日まで生き残ることができました。この生き物は危険が近づくと滅多に争わず、逃げるわけでもないんです。ただ地面に落ちて死んだふりをします。全く動かず、呼吸や心拍も遅くなるそうです。まさにオスカー候補者ですよね。さらに匂いを放ち始めます。その匂いはとても臭いので、捕食者はフクロネズミに近づくくらいなら空腹のままでいた方がマシだと思います。しかし死んだふりは演技ではありません。ストレスに対する自然な反応なんです。フクロネズミは攻撃的ではありませんが、追い詰められるとうなり声を上げ、毛皮が逆立ち歯を見せます。小さいながらもカミソリのように鋭いです。ソレノドンは優しい動物とは言えません。赤い毛、ピノキオのような鼻、そして毛のない長い尾が特徴。鋭い歯を持ち、口の中にある特別な線が唾液を有毒にします。驚くことに、動物は自分の毒に対して免疫を持っていません。なのでグルーミング中は注意が必要です。ソレノドンは本質的に攻撃的です。退屈になると怒り、豚のようにうなり声を上げ、近くにあるものに突進します。幸いその有毒な唾液は人間に害はありません。コミミトビネズミは地球上で最小の齧歯動物です。赤ちゃんカンガルーのような見た目をしていて、1セント硬貨より少し重いくらいです。一番大きい齧歯動物はカピバラで、思わず微笑んでしまいますよね。しかし最大記録ではないです。数百万年前、アフリカ水牛と同じくらい大きい齧歯動物が地球上に住んでいました。フォベロミーは植物を食べ、カバあるいは成長しすぎたモルモットのようでした。次の動物は地球上で最も珍しい齧歯動物の最優秀賞を獲得するでしょう。裸デバネズミです。名前の通り、この生き物は裸で地下に生息します。その見た目は齧歯類としてもひどすぎます。ホラー映画に出てくるソーセージのような感じです。しかし驚くのはこの動物の寿命です。平均してこのサイズの齧歯動物は 2,3 年生きます。しかし
裸デバネズミは野生に30年間生きます。げっ歯類の30年とは人間が1000歳まで生きるようなものです。科学者たちはこの見苦しいネズミが人類の老化問題を解決してくれると信じています。裸デバネズミは1家族で最大300匹にもなります。コンクリートのように硬いアフリカの土壌でこの生き物はサッカー場6つ分の広さを掘ります。人間が裸デバネズミに遭遇することは滅多にありません。地表に出ることは滅多になく、水も飲まないんです。植物の根から水分を補給します。今日はちょっと足を伸ばして公園を散歩しよう。太陽が気持ちよく照り、散歩を満喫していたら急速に巨大化している垂直の雲が見えてきました。最初は明るく白かった雲が急速に接近して濃く真っ黒になりました。空が暗くなり、帽子が突風で飛ばされます。すると髪の毛が逆立ちました。これはこのままだと雷に打たれてしまうので、命を守るためには逃げろという警告です。その瞬間、体の静電荷のレベルが上昇していきました。静電荷は嵐によって負に帯電した場所へ引きつけられています。急がなければ帯電が満たされ悲惨な結果になってしまうことに。周りに隠れる場所がなければ、かがんで自分を周囲の物体よりも低くしてください。でも地面に寝てはダメですよ。濡れた地面は強力な電動体になってしまいます。雷雨の際に危険を知らせてくれる兆候は他にもあります。手のひらに汗をかき始めたり、近くにある金属の物体から奇妙なパチパチという音がしたり、ブーンという音や振動する音が聞こえる場合もあります。合わせて肌がムズムズし始めることや、口の中に金属っぽい味を感じることもあるかもしれません。アルミホイルを噛んでいないなら注意しなければなりませんよ。さらに塩素の匂いがすることもあります。これはオゾンが原因です。電荷により大気を形成する主要な気体である窒素と酸素の分子が別々の原子に分解されます。そして原子が再び結合する際に、3つの酸素原子からなる分子オゾンが発生するのです。雷雨の際、下降気流が高高度から人間の鼻の高さまでオゾンを降下させるため、匂いがすることがあるんです。稲妻が見えてから雷が聞こえるまでの時間を測れば、雷雨までの距離を知ることができます。雷の音は5秒ごとに 1.6km 離れていることになります。頭上の空が暗くなり、不吉な緑色に変化します。痛い、何かが頬に当たったようです。ぶつかったものを拾ってみると、それは巨大な雹でした。でも外はそれほど寒くもなく、雨も降っていません。そして辺りの異様な静けさに気づきました。風も全くありません。嵐の前の静けさとはこのことでしょうか。大きな音が聞こえ始めました。急速に近づき、貨物列車が向かってくるかのような轟音に変わります。それは列車ではなく、なんと竜巻です。逃げる時間はほとんどありません。瓦礫が巻き上がり、上後の形の竜巻自体は見えません。でも回転しながら突撃してくる空気の柱を見間違えるわけはありません。道路で竜巻に出くわした場合には、できるだけ車から離れましょう。そうすれば車に追突されずに済みます。側溝を見つけて、その中に横になって頭を覆ってください。家の中にいる場合には、窓から離れてできれば地下に避難してください。ある時、海辺でそよ風を楽しみながら散歩していました。すると突然、地面が揺れ始めました。あ、地震が発生したようです。奇妙なことに、海の水が岸辺から猛スピードで引いていくのが見えます。それによって海底があらわになり、サンゴ礁や魚が取り残されています。遠くから轟音が聞こえてきました。それは津波の音です。助かるためにはほんの数分しかないので、すぐに高台に登らなければなりません。巨大な波が岸に向かって加速しています。津波にはこれ以外のパターンもあります。必ずしも一連の巨大な波として岸に向かってくるわけではないんです。津波は急上昇する湖のように見えることもあります。このような場合は通常、激しい水中乱流によって引き起こされるのです。人間を水面下に引きずり込んだり、重い物体を引き回すのです。また海水が泡立ったり渦巻いたり、奇妙な動きをすることもあります。これらも津波の兆候なのです。犬が落ち着きを失っています。玄関のドアを引っかいたり、アパートの周りを歩き回ったり、
部屋の隅に隠れようとしています。普段は穏やかで従順なのに吠えたり遠吠えをしています。ここ数日の間天気がちょっと変で、真夏日の翌日は肌寒くなったりしました。さらに家の近くの小さな川が勢いを増し泡立つこともありました。食器棚の中でグラスが音を立て始めた時、ようやく何が起こっているのか分かりました。このカチャカチャという音は本地震につながる前震によるものだったのです。地震は連続して発生することが多く、弱い地震が数回発生した後に大きな地震が発生する可能性があります。時々人々は地震が発生する少し前に奇妙な青い光を目撃することがあります。それらの中には地面から発生するものや空中を漂うものもあります。それは地震光と呼ばれます。巨大な圧力により岩石から放出されるこの光は、地震が発生する数日から数秒前に目撃されることがあります。ですが専門家の中には地震光の存在に懐疑的なものもいるようです。地震が発生しそうな時に水槽の中のナマズがいたら注目してみましょう。科学者たちはナマズが地震に反応するということを証明しています。地震活動が激しいとナマズの落ち着きがなくなるんです。虫の中には嵐の到来を感じることができる種もいます。動きを止めて自然災害に備え始めるのです。周りの虫が眠っているように見えたら避難所を探した方がいいかもしれませんね。ちなみにミツバチは激しい暴風雨を予測することができるので、雨が降り始める前日に一生懸命に働き始めるんです。方形波は2つの異なった波が衝突した際に発生します。かなり興味深い現象ですが、そう言えるのは岸から見ている場合だけですよ。この波が発生している時には絶対に海の中に入らないでください。水泳が得意な人でさえ簡単に水面下に引きずり込まれてしまうほどの逆流が発生しているんです。そして強力な波が海洋ゴミや海藻を流しているのを見かけたら絶対に海に近づかないでください。強い離岸流が発生している可能性があります。この波に流されるとかなり沖まで簡単に持っていかれてしまいますよ。湖や海の表面に悪臭がする緑色のぬめりを見つけたら水に近づかないでください。有毒なアオコであるかもしれません。有毒であるかどうかは一目でわからないので近づくのを避けましょう。ハリケーンが上陸する3から4日前になると海面が約2メートル上昇することがあります。波は9秒ごとに岸に打ち寄せますが、ハリケーンが近づくほど早く岸に打ち寄せるようになるんです。さらに波が高くなり最大5メートルになることもあります。空にはふわふわな雲が散らばっています。ハリケーン上空の約36時間前には気圧が低下し始めます。その後風が強くなり細い髪の毛のような雲が空に現れます。ハリケーン上陸の18時間前になると雲がなくなり大雨が降り始めます。大雨で低地では浸水が起き、最大 4.5 メートルまで水位が上がることもあります。ハリケーン上空の12時間前には強風が小さなゴミなどを吹き飛ばし始めます。上陸の6時間前になると風速はすでに時速145キロまで上昇し、木をへし折ったり根こそぎにしたり大きなものを吹き飛ばしたり車をひっくり返すほど強力になるんです。ちなみに海で船に乗っている時に周りにサメがいたらよく観察してください。サメが突然海深くに潜り始めた場合、ハリケーンが近づいている可能性があります。できるだけ早く陸に戻り他の人にも警告してあげましょう。大雨の時期に轟音が聞こえた場合、鉄砲水が迫ってきている可能性があります。川の近くにいると瓦礫が流されてくるのが見えるかもしれません。それに水の色が黒く濁り始めることもあります。これらの兆候に気づいたら要注意です。時間を無駄にしてはいられません。できるだけ早くその場を離れなければ命に関わります。自然の中にいる時には小川や川の流れに注意を払ってください。流れが急激に速くなったり水の量が増加している場合には地滑りが発生する可能性があります。水が濁っているのに気づいたら次のサインを待たずにすぐにその場から脱出しなければなりません。アメリカ合衆国国定モニュメントのポイントレイズの海岸をハイキングしていたら突然マウンテンライオンに出くわしてしまったあなた、まずは恐れを見せないように落ち着いて、
そしてライオンに向かって大声で叫び、腕を大きく振ります。それでもうまくいかなかったら、岩や枝など近くにあるものを投げつけてみましょう。ライオンの目の前の地面に向けて投げてください。直接ぶつけてしまうとさらに怒らせてしまいますからね。マウンテンライオンが近づいてきたら、体の弱点を防御してください。首や腕を噛みつこうとしてくるからです。首を守るために頭を前に傾けて、腕をあまり動かさないようにするのがポイント。マウンテンライオンはあなたが簡単な獲物ではないと理解すると、後退しながら逃げていくことでしょう。今度はイエローストーンで、なんと灰色グマに出くわしてしまいました。クマは小川の水を飲んでいます。ここでの安全な距離は60メートル。あ、見つかってしまったようです。後ろ足で立ち、こっちを見ていますね。その高さはバスケットボール選手の平均の身長と同じくらいといったところでしょうか。体重は約360キログラム。このクマに勝つことはまず無理ですね。どうすればいいのか。まずその場から動いてはいけません。灰色グマは視力が悪いので、はっきりと見えていないこともあるからです。あー、でもこっちに歩き始めましたね。この場合は背を向けたり、全力で走ったりして逃げないでください。追いかけられてしまいますよ。その代わりに、あなた自身を実際のサイズよりも大きく見せましょう。腕を大きく振りながら足を少し広げます。クマに向かって話し続け、怒鳴りましょう。そうすればおとなしい鹿ではないと気づくでしょう。金属でカンカンと音を立てるのも OK。 食べ物を持っている場合には、クマに投げずに地面に置いて、クマに背を向けずに後退してください。それでもあなたに向かって走り始めた場合、唯一のチャンスは地面に倒れて動かないこと。クマはスカベンジャーではないので、死んでいると思ったら匂いを嗅ぎ、肩をすくめて立ち去っていくことが多いんです。今度はフロリダ州の海岸にダイビングに行きました。冒険好きですね。ここではホオジロザメから身を守らなければなりません。海で泳ぐ際には、キラキラ光るジュエリーを絶対につけないように。キラキラしているものはサメを引きつけてしまうんですよ。あと、夜間はサメの餌探しの時間。絶対に泳がないこと。水しぶきを立てていると注意を引きつけてしまうことがあります。それでもサメがあなたの方へ向かって泳いできた場合、ここでのルールはただ一つ。サメを打ち負かすために全力で戦わなければなりません。そして落ち着いて岸まで泳いでみましょう。じゃあ、サメのターゲットになってしまった場合はどうしましょうか。サメを怖がらせることができる方法は一つだけ。鼻、目、またはエラを殴ること。今度はアフリカです。ここではサバンナの背の高い草むらの中にライオンが見えますね。そして運悪くこっちを眺めています。まず最初にアイコンタクトを維持しなければなりません。ライオンに背を向けたり走るのは絶対に NG。 高さ 2.5メートル、そして成人3人分の体重を持つ捕食者は、高速道路の車並みの速さでこっちに向かって走ってきます。でも突然止まってこっちを睨み続けています。大半の場合、ライオンは敵を怯えさせるために襲いかかるふりをするんです。この場合、あなた自身を実際よりもはるかに大きく見せなければなりません。腕を広げて大きな音を立ててみましょう。そうするとライオンはもう一度襲いかかるふりをするかもしれません。それでもじっと立って動かないで。するとライオンはあなたのことを強力な敵であると勘違いし、反対方向に進んでいくかもしれません。メスのライオンはオスのライオンよりもはるかに危険。そして子供を守っている場合、攻撃をやめることがありません。ですので逃げられるチャンスはありません。ではサファリのジープで次の場所へ進みましょう。ここではゾウが静かに水を飲んでいるのが見えますね。ゾウの高さは3メートルで、体重は SUV 2台分。それに強力な牙で車をひっくり返すこともできます。そのうちの1頭がこちらを見ながら大きな耳を動かしています。これは耳を使って体を大きく見せ、威嚇しているサイン。ゾウの方も怖がっているので、こっちに向かって突進してくることはありません。そんな時にはゾウに対してあなたが脅威でないことを知らせることが大切です。
怒鳴ったり腕を振ったりするのは絶対に NG。 象の縄張りを離れるまでゆっくりと一歩ずつ後退してください。それでも耳を傾けて向かってきた場合、それは単に威嚇しているだけではありません。そんな時に木に登っても意味がありません。木にぶつかり続け、いずれ落下してくるのを待ち続けますからね。それに強力な鼻を使って木を傾けてしまうかもしれません。そんな時にはジグザグに動き回ってみましょう。象は体が重く素早く方向転換することができません。ですので徐々に距離を開くことができる可能性があります。でも象が時速 40km で走れるということを忘れてはいけませんよ。まともに逃げようと思っても絶対に勝ち目はありませんからね。次はナイル川に向かいましょうか。世界で最も数多くのワニが生息しているナイル川。キャンプをするなら川から最低 50m の距離を取るようにしてください。そうすれば夜ワニがあなたのテントを襲ってくることはないでしょう。絶対にワニから目を離さないでください。目を離したその瞬間に奴らは襲いかかってきます。ワニの最高速度はたったの時速 16km ですが、水中からであると秒速 13m で攻撃できます。ですので生き残るための唯一のチャンスは水から離れるということ。水中で出くわした場合はどうすればいいのか。戦うのみですが、ワニの弱点が目と鼻の先と喉の膜であるということを覚えておくと便利ですよ。この膜には喉に水が入らないようにするための機能があるんです。ワニから逃げるときにはカバにぶつからないように気をつけましょう。カバは世界でもかなり危険な動物の一種であると言われています。そのサイズはビジネスクラスの車と同じくらいで、体重は大きな象と同じくらい。その上、馬と同じくらい速く走ることができるんです。ですので短距離走では勝ち目がありません。カバに対する対策は怖がらせないということ。遠くにいる場合には大きな音を出してみましょう。そうすれば大半の場合逃げていきます。その瞬間に早く逃げて。カバがあくびをしているのを目撃しちゃいました。気をつけてくださいよ。それは彼らの縄張りに近づきすぎたということを意味しているからです。カバは口を180度まで開けることができ、ワニと同じくらいの攻防力を持ちます。ですので勝ち目がないということを覚えておきましょう。とにかく逃げなければなりません。ここでの最良の選択は木や斜面を登るということ。カバは簡単には高い場所に登れません。もしどうにか逃げることができたならやりましたね。あなたはカバと遭遇して生き残った数少ないラッキーな人の一人として有名になれちゃいますよ。サバンナには水牛も生息しています。水牛は成人と同じくらいの背の高さで、その体重は約1トン。そしてライオンやゾウとは異なり威嚇しません。水牛が汽車のように突進してきたら、それは確実に攻撃してくるということ。強力な角と頭蓋骨は金属のシートを曲げることさえできます。新車であってもスクラップの山に変えてしまうことでしょう。水牛にはスピードでも勝ることは不可能。ですのでここでの唯一の選択肢は水牛が突進してくる前に最寄りの木に登るということ。頑張って。ヘビに遭遇した場合、その場から動いてはいけませんよ。ヘビには無数の種があるので、その場で毒ヘビかどうかを見分けるのはほぼ不可能。ですので絶対に噛まれないよう気をつけなければなりません。スムーズにゆっくりと後退してください。ヘビに追いかけられた場合にはその場で立ち止まって足踏みを始めましょう。そうすれば地面の強い振動により追い払うことができるかもしれません。しかし噛まれてしまったら、ヘビの特徴をできるだけ正確に覚えておくように。可能であれば写真を撮っておいてください。毒を中和させるためには特定のヘビの毒に対する血清を用意しなければならないからです。次は北東アジアに向かいましょう。木々が密集したジャングルを通り抜けると空き地が見えてきましたね。そこでは数匹のイノシシが植物を食べています。その中の一匹は子連れのメスのようです。メスは子を守るために死ぬ気で攻撃してきますよ。うわ、見つかってしまいました。身を守る準備はいいですか？もしイノシシが甲高い鋭い鳴き声を上げているなら確実に襲ってくるでしょう。
まずは落ち着いてその場から動かないでください。イノシシはそのまま通り過ぎるかもしれません。それでも突進してきたらできることは3つだけ。それは A 逃げる、 B そのまま体当たりされる、 C 最寄りの木に登るです。まず A はアウト。イノシシはウサインボルトと同じくらいの速さで走れますし、追いつかれた時には鋭い牙によって襲われてしまいます。 B のその場にとどまるというのもアウト。残念。イノシシはオートバイと同じくらいの重さがあり、その長さは成人の身長と同じくらい。時速 40km での体当たりにはノックダウンさせられてしまうことになりますからね。ですので正しいオプションは C の最寄りの木に登るというもの。木がない場合は車や高い岩に登ってください。イノシシよりも高い位置に逃げることが大切です。あなたに届くことができないと気づいたらそのまま去っていくでしょう。ここで最も重要なのはイノシシには絶対に近づかないということ。食べ物をあげたり挑発してはいけません。さあまたこの時期がやってまいりました。春、お掃除したくなりますよね。外へ向かいながらほうきやはたきで窓の蜘蛛の巣を取っていきます。今日は全部片付けてやる。そうして一つずつ蜘蛛の巣を取っていくと、なんだ、軒下になんか変な形の泥がくっついています。そうか、あなたは思い出しました。これはジガバチの巣だ。ということは中に何百匹という蜂がいるということなんでしょうか。ところがそういうわけでもありません。ジガバチは一匹狼。よかったですね。つまりこの泥でできた小さな小屋は麻痺した蜘蛛でいっぱいなだけです。中に閉じ込められる蜘蛛は500匹に上る場合もあり、そこからジガバチの幼虫が生まれるのです。巣に穴が開いていればそれはできてから時間が経った巣であるか、もはや巣の跡となっています。ジガマチは成虫になると巣に穴を開けて外へと出ていくのです。巣を除去したいと思うのであれば巣の活動が鈍る夜の間に行うのが良いでしょう。ジガマチは温厚な虫ではあるものの、身の危険を感じると相手を刺す習性を持ちます。半分は昆虫は変わった姿をしているオケラはとても美しい姿をしています。モグラのような爪を持ち、コオロギのような体とエビのような頭を持ちます。この生き物はいわば昆虫界のカモノハシ。毒は持っておらず、素手で捕まえない限りは噛みついたりしません。オケラをいじめすぎるとさらなる武器を振りかざしてきます。羽です。オケラはまるでスカンクのように悪臭の漂う茶色い液体を体から分泌することができるのです。見つけたら外へ逃がしてやりましょう。じゃないと掃除が増えてしまいます。潮だまりは生き物の宝庫。人手や海藻、ヤドカリ、小魚、そして様々なタコが住んでいます。この小さなヒョウモンダコに出会ったらそっとしておいてやりましょう。ネオンブルーに輝く体にはれっきとした理由があります。このタコの一噛みにはシアン化物の1000倍の毒が含まれています。そして血清は存在しません。棒でつついたり拾ったりしようとしてはいけません。病院送りになってしまいます。最悪の場合は墓場送り。陸上のヘビも怖いですが、海のヘビは輪をかけて怖いもの。インド洋と太平洋にまたがって存在する海蛇は50種に分かれており、美しさと同時に危なさを備えています。ドゥボワトゲオウミヘビはおそらく世界最強の毒を持った海蛇です。それらに匹敵する強さを持つイボウミヘビもまたコブラの一髪が可愛く見えるほどの毒を持ちます。唯一の救いは毒が回るのに何時間もかかること。またドライスーツの上から噛まれることも滅多にありません。屋外でこの虫に止まられたらちょっとびっくりするかもしれませんね。それもそのはず、尻上げ虫はその名の通りお尻を上げる姿で知られています。サソリのように刺すわけではなく、この尾で交尾をするのです。またこの虫には長いくちばしのような頭があり、彼らはその頭を使ってクモの巣から虫を盗んで食べます。交尾相手を探すために彼らは相手に心を込めたプレゼントを贈ります。それは唾液。うわぁ、なんてロマンチックなんでしょう。アフリカに住むこの鳥は大きいというのにあまり目立ちません。これはハシビロコウ。歩いて近づいてもただ立ったままでいます。体高は 1.8 メートルへ成長し、翼幅は 2.5 メートル。食物連鎖の頂点に君臨しているような顔をしていると思いきや、意外とそういうわけではありません。動きは世界でも指折りの遅さ。
銅像のように動かず近場の水面でのんきに食事をします。人間を恐れず自分から近寄っては来ないものの、写真を撮られるくらいなら気にしません。庭でキーキーという声が聞こえたら、それはネズミかリスか、それともカブトムシの一種かもしれません。海外には結構大騒ぎをする種がいます。頭部の一見恐ろしい角は身を守ることには使えません。主な用途は落ち葉や枝をどかすためで、縄張りに入り込んだ別のオスを追い払うためにも使います。頭の角以外の特徴はとても力持ちであること。自分の体重の850倍の重さを持ち上げることができます。人間で例えるなら、これは65トンを持ち上げているのに等しく、象11頭分に相当します。よし、じゃあ挑戦してみましょうか。主に中国で見られるこの動物、前髪鹿は、その前髪が愛くるしい動物です。でもそれも振り向くまでのお話。うわっ、牙がある。しかしこれは人間に対して使うものではありません。オスは他の鹿が角を生やす代わりにこの牙を生やし、縄張りやメスをめぐって争います。この牙は鋭くはなく、ゾウの牙に似た機能を持っています。牙以外の特徴は犬のような鳴き声、また身の危険を感じると猫のように逃げていきます。まるでこの世の終わりのような海が真っ赤になる現象、赤潮です。赤潮とはプランクトンの異常増殖で、嵐などによって荒れた海面に海底の生き物が持ち上がることで生まれます。まるでケチャップやサビを流したかのような色をしていますが、そこに住む生き物にとってはそれ以上に危険です。魚やその他の生き物はすぐに赤潮から逃げ出そうとします。赤潮で泳いでも健康的に問題はありませんが、その毒に侵された魚介類を食べると体調を壊す恐れがあります。ですからやっぱり近寄らないに越したことはありません。赤潮からは上がるようにしましょう。自分の恐ろしさを色で示そうとするクモがいる中、オーストラリアのシドニー上後グモはそうではありません。黒光りするこのクモは強さを見せびらかす必要がないのです。しかし人間を噛むと決めたら大変。噛まれた人間は神経系が30分間停止します。どんな物陰にでも巣を作り、古い丸太や靴、庭の石像にだって潜みます。人間のそばにその食べ残しを求めて住むこともあるようです。今いる場所が気に入らなくなると、巣を置き去りにしてどこかへと去っていきます。いやー、よかった。ミツアナグマは肝が座っていると言われています。ジャガーやライオン、ハイエナから食べ物を盗む勇気があるのなら、これ以上何を恐れるのでしょう。彼らはイタチの親戚で、獰猛な上に高い知能を持ちます。閉じ込められた場所から抜け出すのに道具を使うことでも知られ、熊手や石、泥を足場として利用します。スカンクに似ているのは見た目だけではなく、危険を感じるとスカンクのように特殊な線から匂いを出します。彼らはタフで臭くてよく伸びる皮膚を持っています。またサソリやヘビの毒が効きません。ミツアナグマに遭遇したらそっとしておきましょう。下手に絡むと大変なことになります。ファンガスストロベリーズ&クリームなんてものを聞いたことはありますか？ない。このキノコはブリーディングトゥースファンガスと呼ばれ、まるで血の出た歯のような見た目をしています。毒キノコではありませんが、強い苦味を持ち、二度と食べたいとは思わないでしょう。若く成長期にあるこのキノコは、体中の穴から赤いゼリーを吹き出しているかのように見えます。この粘液は余分な水分を体外に排出していると考えられています。成長したキノコの色味はごく普通のベージュ色。傘の下には歯のような構造を持ち、これが何かと不気味です。タスマニアンデビルは肉食獣に襲われたり、その他のオスと争ったり、食料をめぐって争う時の凶暴さで知られています。彼らがデビルと呼ばれるゆえんは、むき出しの歯と突進する性格、そして夜中に聞こえる金切り声、また周りのものを手当たり次第に食料とすることでも知られています。人間に懐いた例は少なく、追い詰められると牙を剥きます。強力な人髪にさらされるのはごめんですよね。もっともタスマニアンデビル側も大抵は逃げていってくれるので大丈夫。強盗はあなたの住む地域でも増えています。自分の家が被害に遭いやすいかどうか知りたいですよね。ホームセキュリティを装備していない場合は、今夜寝る前に玄関のドアのノブにアルミホイルを巻いておきましょう。
そうしておけば、あなたが眠っている間に誰かがこっそり侵入しようとしたかがわかります。朝起きてホイールが少し破れていたとしたら、誰かが来たということで、おそらくまたやってくるだろうということです。他にはマグカップをドアノブに引っ掛けておく方法もあります。ノブが回るとカップが落ちるので、その音で目が覚めて侵入者を阻止することができるかもしれません。心配なのは最近業者が家に来たことです。彼は隣で仕事をしていて、トイレを貸してくれないかとあなたに頼みました。あなたは断って、その時は申し訳なく感じましたが、それは賢明でした。アメリカで起きる強盗の犯人の約 60% は知っている人、または過去に会ったことがある人なんです。その業者はトイレに行っている間、あなたの家の何かを調整して、後に侵入するとき戻りやすくするかもしれません。そしてあなたの家にどんな防犯システムが導入されているかをよく確認したり、構造上の欠陥をチェックしたり、貴重品を見つけたりしたかもしれません。今日は待ちに待った旅行に出かける日です。家ができる限り安全になるよう準備しましょう。郵便受けがいっぱいになっていると真っ先に泥棒のターゲットになります。留守中は近所の人に郵便物を取っておいてもらいましょう。よく手入れされた家はあなたがいつも家にいるということを示します。芝生や生垣をいつもちゃんと飼っているなら、旅行中もキープできるよう手配をする必要があります。冬であれば家の周りに足跡のない雪が積もっていたら標的になってしまいます。あなたが家にいるように見せかけるため、近所の人に足跡をつけてくれるように頼むと危険を避けられるでしょう。第一の防御手段として優れている生垣はいろいろあります。幸いあなたの家には柵に沿って葉の尖った背の低い木が生えています。もしあなたの家の敷地に誰かが入ってきて尖った茂みに着地したら、痛みで声を上げることでしょう。これで近所の人が侵入者に気づくことができます。それに後に証拠として使える服の断片が木に引っかかるかもしれません。旅行の準備として、出発の1週間前にカーテンを1日のうちのいろんな時間に開けたり閉めたりしました。誰かがあなたの家を偵察している場合に備えて、開け閉めする時間は不規則にしたため、外出中に開いていても問題ないのです。侵入強盗犯は数日かけて近所を歩いたり車で回ったりします。そしてそれぞれの家の行動パターンを確認するのです。彼らが好まないのは自警団です。犯罪者は偵察を始める前にリサーチをして、自警団のある地域を避けます。帰ってきたら自警団を組織するといいでしょう。高価な電子機器は窓の近くから動かして、高いものは見えないようにしておきましょう。戸棚や見えない部屋に置くといいですよ。テレビは大丈夫です。大きすぎて持ち出すのが大変ですから、泥棒はもっと小さな iPad やゲーム機器などを好みます。箱に入れた宝石など小さくて高価なものは秘密の場所に隠しておきましょう。意外と子供部屋がいいんですよ。おもちゃには大抵価値がありませんので、侵入強盗犯たちは子供部屋に入らないことを認めています。保険請求する時のために、全ての電子機器のシリアルナンバーの写真を撮って一覧表を作りましょう。侵入の 95% は力ずくで行われるので、窓やドアを補強しておきましょう。裏庭に置いてあるスツールや椅子、はしごはガレージに入れて片付けましょう。そうしないとエアコンの室外機など高いところにある入り口に簡単にアクセスしやすくなってしまいます。エアコンの設置場所は泥棒が好む侵入口です。補強する方法がなく、剥ぎ取りやすくて入りやすいのです。よじ登れないようにしておきましょう。強盗犯は弱いドアなら1分以内で壊すことができます。木製でなく金属のフレームをつけて補強しましょう。蝶つがいと鍵は泥棒が諦めて蹴るのをやめるまで壊れない強さがあるようにしてください。最後の弱点は錠前です。経験豊富な泥棒であれば簡単にピッキングされてしまいます。防犯用のシンプルな保護錠で固定すれば絶対に動きません。ガレージの扉の蝶つがいは外側に回り弱いので、ピンを外すことによって入られてしまうことがあります。防犯機能のあるピンに取り替えて取れないようにしておきましょう。そして最後に、ガレージの頭上の扉は泥棒がまず最初にアクセスしようとする場所です。完全に開けられないようにする鍵はないので、掛け金にレールがつながるようにして南京錠をつけて固定しましょう。
あなたのガレージにはそのように取り付けられないので、レールの一つのローラーの上にドリルで穴を開けて南京錠を取り付けます。窃盗犯は縄張り意識が強く、忠実に家を守ろうとする犬を恐れます。調査によると、泥棒に入られた家のほとんどには犬がいませんでした。泥棒は盗んでいるとき注意を引きたくないからです。残念ながらあなたは犬を飼っていません。ですが、正面玄関の外に犬用のご飯や水用のボールを置いておくと、泥棒が入りにくくなります。窃盗犯たちは技術を現代のテクノロジーに合わせて変化させました。犯罪者の5人のうち4人は Facebook や Twitter などの SNS や Google マップを使ってターゲットを見つけています。家の鍵が写った写真を投稿するだけでも、ズームして同じ大きさの鍵のコピーを作ることができます。旅行中は自宅の Wi-Fi を安全にし、パスワードを新しく強いものにしましょう。盗まれるのは物理的なものだけではありません。パスワードやアクセスコードといった貴重なデータはネットワークから盗むことができます。そして害のあるマルウェアによってデバイスがウイルス感染する恐れもあります。家を Google マップから完全に消すこともできるんですよ。家の住所を入力しましょう。そして家のストリートビューを表示します。オプションボタンをクリックして問題を報告を選択します。すると家の画像が映ります。赤い四角を動かすオプションで家を覆います。次は私の家の下にあるオプションで選択した場所をぼやけさせるよう依頼します。数日間で処理が完了します。旅行中ラジオをつけっぱなしにしてもいいことはありません。泥棒はターゲットにする家を探すとき、ラジオとテレビの音をチェックします。そして盗みを働くために戻ってくるとき、まだついているか確かめて、誰も家にいないことを簡単に確認するんです。家にいることを示すもう一つの方法は、オリジナルの音声を作ることです。一日中ランダムに足音や会話、犬の吠える声などの環境雑音を再生できるものです。電気をつけっぱなしにするのもよくありません。あなたの家を見張っている人が特に夜間に気づきます。電気代も無駄になりますしね。旅行に出発する直前、ゴミを捨てなければならなくなりました。大きな箱がある場合は潰して分別箱に入るようにしましょう。どんな高価なものが最近届いたのかわからないようにするのです。最後のチェックです。すべてのドアに鍵をかけて窓も閉めます。さあ、これで旅行を楽しめます。ですが、絵のように美しい旅行先で楽しんでいるとき、現地にいる間は写真を SNS に上げず、帰ってくるまで待ってください。旅行中に投稿すると、事前にしっかり準備したことが全て無駄になります。周りにいる犯罪者全員に、あなたが家にいないことが分かってしまうのです。アメリカでは毎年250万件住居侵入窃盗が起こりますが、近代的なホームセキュリティのない家は侵入される可能性が3倍になります。旅行から帰ってきたら設置した方がいいですよ。地震光は最も神秘的な自然現象の一つと言えるでしょう。それらは地震の前、最中、または後に現れるもので、通常は白または青で短時間しか持続しませんが、最大10分間持続することもあります。地震の中心からどんな距離からでも発生する可能性があるため、地震光を研究するのは困難を極めます。唯一リヒタースケール 5.0 以上の強力な地震の際にのみ発生することが分かっているので、科学者たちは特定の岩石がバラバラになるときに発生するイオン化酸素の放出によって引き起こされる可能性があるとも考えています。この次の奇妙な現象は自然発生するものではありませんが、とっても印象的ですよ。これを見るにはコロンビアのラ・マカレナに向かう必要があります。ここは液体の虹、または5色の川と呼ばれています。ここでは光や水の状態によって川が赤、黄、緑、紫と色を変える様子を見ることができるんです。この驚くべき光景は変わった才能を持つ水草によって引き起こされます。川の岩に付着し水を赤く染めるんです。水も非常に澄んでおり、浮遊する粒子がほとんどないため、赤い顔料がより鮮明に見えます。この素晴らしい目的地にたどり着いたら、湖の周りにぶら下がっている多様な動物にも出会うことができるでしょう。この場所では吠え猿だけでなく、赤混合インコも見ることができます。北ヨーロッパの
和田海地域では毎年秋と春に壮大な自然現象が発生します。約150万羽のムクドリが同じ場所に群がり、背の高い芝生で夜を過ごします。しかし夜が明ける前にムクドリはお腹を空かせた猛禽類に取り囲まれることがあるので、天敵から逃れるために複雑なパターンを形成し空を飛びます。それが私たちの目には魅惑的なダンスに見えるんです。この光景は黒い太陽と呼ばれ、数千から数百万の鳥が隊列を組んで一斉に飛び回ります。ムクドリたちは天敵が一匹に狙いを定められないように困惑させる目的でこの行動をとるんです。火山音響とも呼ばれる火山音は噴火の前に発生する可能性があります。それらは火山の表面近くの亀裂やパイプ、気泡爆発および温水システムで加圧されたマグマから発生します。マグマが上昇するとガスが蓄積し、表面にひびが入り、ガスを豊富に含んだマグマは火山性微動として知られるパイプオルガンのような音を放出するんです。自然のコンサートのように時間とともに変化するサウンド。火山性微動は噴火が近づいている兆候なので、火山付近で異常な音が聞こえたら避難するのが最善です。地球上で最もシュールな現象の一つは砂丘の近くで見ることができます。砂丘の頂上にいると幸運なことに最も奇妙な現象の一つでもある砂の歌を聞くことができます。でも実は科学者はこの現象の理由を完全に把握はしていません。ある理論では砂が砂丘を滑り落ちるときにこの音を発する可能性があると主張しています。これは粒子間の摩擦によるものですが、どうやったら砂が音を出しているとわかるのでしょうか。その仕組みは遠くを飛ぶ飛行機に似ています。アフリカのナミブ砂漠やハワイのバーキングサンド、つまり泣き砂ビーチは地球上で砂が大きな音を立てるその時を実際に聞くことができる数少ない場所として知られています。珍しい黄金の滝を見るにはヨセミテ国立公園、より正確にはホーステイル滝まで車で行く必要があります。冬または早春に確実に到着できるように事前に旅行を計画してから行きましょうね。この美しい光景が見られるのは1年でこの時期だけですから、計画は綿密に。山から落ちるのは本物の金ではなく、実はこれは目の錯覚で、夕暮れ時に太陽の光が滝に当たる独特の方法で溶岩や金の川のように見えるんです。デスバレーと呼ばれるカリフォルニアの国立公園には自然に動いて後を残すように見える岩がいくつかあります。科学者たちはロードランナーの鳥がこれらの動きの原因である可能性があると考えました。しかしこの生き物は小さすぎて岩を引きずることができません。彼らはまたこの現象の原因が風である可能性も考えましたが、岩が重すぎて吹き飛ばすことはできませんでした。科学者たちは何年も岩石を研究してきましたが、2014年まで実際に岩が動くのを見たことがありませんでした。確実なのはいろいろなところに転がる岩を確認した事実のみ。タイムラプス機能の助けを借りて、彼らはこの動きが降雨、急激な気温の変化、そして少しの風によって引き起こされていることを発見しました。雨が降ると水が凍り、岩が氷に引っかかります。温度が上がると氷が溶け始め、ゆっくりと動き岩を引きずる状態になり、残された痕跡は太陽の熱で固まり、岩石を動かす氷床は非常に薄く、すぐに蒸発してしまうということ。こんな複雑な工程が原因なら理解に時間がかかったのもうなずけますね。ダーティーサンダーストーム、つまり汚れた雷雨って聞いたことがありますか。火山の稲妻の世界を駆け抜けるワイルドな乗り物にあなたをお連れします。シートベルトを締めてください。って、いいえ冗談です、すみません。これは単に火山噴火の際の稲妻や雷鳴をファンキーに表現したものなんです。通常の雷雨が発生すると正と負の粒子が衝突して大きな稲妻の火花が発生します。そしてゴロゴロと聞こえる音はただの雷です。しかし火山が叫び始めると一部の火山灰粒子が帯電し互いに衝突し始めます。これにより放電が発生し、火山から直接雷が落ちているように見えるんです。灰、煙、ガスが飛び交う様子はまるで SF 映画から抜け出てきたかのようで、それが汚れた雷雨と呼ばれる理由となりました。おっと、あの巨大な光線が空に向かって伸びているのを見たことがありますか。
それらは光の柱と呼ばれていますが、心配はいりません。魔法のトリックではなく、ただの氷の結晶の集まりが私たちにいたずらを仕掛けているだけですから。外が寒いと地面近くに浮かぶ氷の結晶が遮蔽されていない照明の光を反射して、まるで宇宙からやってきたような光の柱を作るんです。しかし実際には反射スキルを誇示する小さなクリスタルの集まりに過ぎません。そして自然光の柱がかっこいいと思ったら、人工の柱が見えるまで待ってみてください。街灯からの光が同じではないため、それらはさらに高くなる可能性があります。氷の結晶は少し傾いていても光を反射します。想像してみてください。すべての光はほんの数メートル離れた街灯から来ています。ですから次に光の柱を見つけたら逃げないでショーを楽しんでください。空でこれらの風変わりな泡のような形に出くわしたらとってもラッキーですよ。これらの小さな宝石はちぶさ雲と呼ばれ、日常のありふれた雲ではありません。ほとんどの雲は空気が上昇するときに形成され、大きな面球のように見えます。しかしちぶさの雲は空気が沈むときに形成されるため、上下逆さまに見えます。雲の上と下の空気は小さい乱気流を作り、いつの間にか雲の粒子が完全に丸いオーブを形成します。長時間立ち止まってじっと見つめないでくださいね。ライブが近づいている兆候ですからね。これは何でしょう。ドイツのエルツ山脈の頂上で太陽が虹でできたカラフルなパーティーハットをかぶっているように見えます。ちなみにこの現象は太陽傘と呼ばれています。雪に覆われた木々たちも楽しそうです。これは高い雲の中の氷の結晶のおかげです。彼らは光を曲げて反射するのが大好きで、太陽が降臨溶岩ランプダンスパーティーを開いているように見えます。そうです、悪天候が間近に迫っているということかもしれませんが、楽しみを台無しにする必要はありませんよ。まだまだ素敵な写真を撮れる機会はありますから。 43.8 秒に1回起きていることって何だと思いますか？それはアメリカにおける自動車の盗難。そう、1分に1度以上誰かが大切な車を盗まれているのです。アメリカでは2020年だけで車の盗難が80万件以上報告されています。最もよく盗まれた車種フォードピックアップは犯罪者に選ばれたで賞を受賞しています。また最も盗難が多かった日は元旦だそうですよ。車の盗難防止対策はしっかりしておく必要がありそうですね。まず最初に、運転中に車を盗まれる可能性は非常に低いのですが、一旦駐車するとその可能性は非常に高くなります。だから駐車する場所はしっかり選ばなくてはいけません。時には少し離れている場所であっても明るい場所に車を止めておくためには歩く価値はあるでしょう。駐車禁止のエリアに駐車された車は時々レッカー移動される場合があります。しかし全てのレッカー移動が合法ではないことが判明しています。自分の車の近くでレッカー移動をしているのを見かけたら、本物か偽物か確認してみてください。本物のレッカー車には少なくとも社名などがあり、職員は制服を着ているはずです。運転中に車を盗まれる可能性は低いと先ほど言いましたが、残念なことに例外はあります。車上荒らしは運転手が車内にいようがいまいが気にも留めません。これを防ぐには車の中にいる時も必ずドアをロックすることです。車上荒らしは車の所有者を車からおびき出すために巧妙な手口を使います。罠を仕掛けて交通事故を演出することもあります。ですから車が後ろから追突されても座席から飛び出して様子を見ようとはしないでください。しばらく待ってから車を止めましょう。また周囲に人がいる場所に停車してください。万が一不審に思った場合は警察に通報するのがベターです。愛車を守るためならお金を出しても良いという方への朗報です。リモートエンジンスターターの取り付けをぜひ検討してください。寒い地域に住んでいて乗る前に車のエンジンを温めておく必要がある人にとって便利なこの装置。でもこの装置の最大の利点は、リモートスタートしただけではギアを変えることができないので、こうやって始動させた車で走り去ることができないことです。
どんな車にも車体番号があります。きっとあまり気にしたことがない番号だと思いますが、これを利用できるんです。泥棒が盗んだ車を転売するときは車体番号を変更します。盗難車であることを偽装するために似たような車の別の車体番号に改ざんするのです。しかし車の窓ガラスすべてに車体番号をエッチングで刻印しておけば、犯罪者は車の持ち主がなかなか手強いことを瞬時に見抜きます。そのような車は彼らにとって盗みの対象から外れるでしょう。うまく盗んだところで車体番号を変えなくてはいけない上に、番号が刻まれた窓をどうするか考えなければいけません。おそらく窓ガラスを完全に交換する羽目になりますが、それにはお金がかかります。だからこのような車を転売することは犯罪者にとっては手間も費用もかかりすぎるので、盗む方も割がありません。いちいち窓ガラスの対処法を考えるほど勤勉ではないのです。ってそもそも働いていませんからね。ちなみにこのガラス刻印施工は自分でやらなくても専門業者に頼んでやってもらえますし、購入時のオプションにもなっている場合もあります。ところで中古車を購入する場合、車体番号は非常に役に立ちます。車によっては車体番号が偽物の場合があり、後から追加されたクローン車もあるので、中古車を購入する前には書類をすべてチェックするのが賢明です。車検証に記載されている車体番号が車両に打刻された車体番号と一致しているかしっかり確認しましょう。もう一つ愛車を守ってくれるアイテムをご紹介しましょう。スマートカーアラームと呼ばれるもので、目覚まし時計の音よりもさらにひどい音で警告してくれます。これには2つの効果があります。1つ目は超大音量の音で泥棒を追い払い、周囲の目を引きつけて目撃させること。第2に耳をつんざくような音が聞こえない場合に備えて、所有者のスマホに警告を送ってくれます。車の盗難防止対策はまだありますよ。イグニッション、バッテリー、燃料ラインなど、あらゆる場所に配線できる緊急停止ボタンを設置することができます。車から降りたらスイッチを押すだけでいいのです。たとえ車泥棒があなたの鍵を盗んだとしても、鍵は何の役にも立ちません。彼らはまず車を始動させるためのスイッチを見つける必要があります。そのスイッチをどこに隠すかはあなた次第です。車のセキュリティは高ければ高いほど良いということは周知の事実。テスラなどのハイテクカーはここ数年最も盗難の少ない車種となっています。しかし最新だからといって安全で盗難されないというわけではありません。ハイテクな車の多くにはエンジン管理診断ポートがあります。とても便利そうですが欠点もあります。これらのポートを使って車のロックを解除したり、車を始動させたりできるんです。ですからもしあなたの車にそのような機能があるのなら、ロック可能なカバーを手に入れることを検討してください。車を離れるときは必ず窓を閉めたかどうか確認しましょう。わずかな隙間であっても車泥棒がドアを開けて車を盗むには十分なのです。そんな当たり前のことと呆れないでくださいね。窓が開いたままの車を毎日毎日そこら中で見かけているんですから。泥棒が本気で何かを盗みたかったら、重いものや石で窓ガラスを叩き割ります。何を言いたいかわかりますか？車上荒らしをしたいと思わせないようにすることが肝心です。つまり貴重品が見えないようにすることです。ノートパソコンや財布をフロントシートに置くのはやめましょう。トランクに隠すか携帯するか、選択肢はたくさんあります。何としても泥棒にこの車から何か盗めるよということを見せないでください。スペアキーをグローブボックスに入れておくのも賢明ではありません。泥棒はどこに鍵が隠されがちなのかを知っています。車を開け、グローブボックスを開ければあとは思いのままなのです。これだけ言っても貴重品は車内に、スペアキーはグローブボックスに入れておくのがやめられないとしましょう。そうしたいなら仕方ありません。それならハンドルロックの取り付けを検討してください。機能的にはそれほどでもないでしょうが、専門家は
視覚的な抑止力として有効だと考えています。泥棒は怠け者で、いろいろな設備をいじくり回したがらないという話を覚えていますか？専門家によると、泥棒はハンドルロックがついた車は狙わない可能性が高いそうです。車を開けられたとしても動かせないのですから、ハンドルロックを取り外すのはそんなに簡単じゃないですもんね。さて、一番わかりやすい車の盗難防止法、それは防犯カメラ、暗視モードがあるもの、人感センサー機能があるもの、超高解像度のものなど種類は豊富に揃っています。本物の防犯カメラを使えば24時間365日愛車を監視できますが、そんなお金をかけたくない場合はせめて偽物だと分かりにくいダミーを設置しておくのもおすすめです。さて、最悪の場合を想像してみましょう。すべてのアドバイスを無視して車を盗まれた人がいるとします。そうなった場合どうすればいいのでしょうか？まず警察に車の情報をすべて提供する必要があります。車体の色を確認し、分かりやすく伝えられるようにしておいてください。また車のメーカー、年式、モデルも必要です。これらの情報はすべて控えておいてください。また車のナンバーと車体番号も警察に知らせなくてはいけません。暗記していない場合は念のためスマホにメモしておきましょう。紫色の夕焼け、一度は見たことがあるのではないでしょうか。通常これは不吉なものではなく、光の伝わり方が原因です。太陽が発する光は白色ですが、それがプリズムを通ると赤やオレンジ、青や緑、藍色など様々な色の波長が見えるからです。光は通常障害物がなければ一直線に進みます。青や紫など波長の短い光は大気中の分子やエアロゾルなどの障害物にぶつかると散乱しやすくなります。日没や日の出頃、太陽は地平線の低い位置にあるため、その光は紫や青の光を散乱させる分子を多く通過します。その時目に見える色は黄色、オレンジ色、赤色、しかし条件が揃えば華やかな紫色の空を見ることができます。ただハリケーン、山火事、砂嵐などもっと恐ろしい理由で空が紫色に染まることもあるので要注意。これは空気中の水蒸気量が高くなり、光が普段以上に散乱するためです。砂ぼこりや夕日、空の低いところにある雲なども空を紫色にする原因となります。夕暮れ時、光の量が十分であれば空はオレンジや赤に染まります。その後ピンク色になり、上空の濃い青空と混ざり合います。ピンクと青を混ぜるとどうなりますか？そう、紫色になりますね。ハリケーンが常に空を紫色に染めるとは限りません。また空の色からハリケーンを予測することは、虹を予測しようとすることと同じくほぼ不可能。それでも大型のハリケーンが空を紫色に染めたという報告は多数あるんですよ。緑色の空は紫色の空と同じように印象的ですが、実はこちらも危険を知らせている場合もあります。空が緑色の場合、雷雨や雹、竜巻が発生する可能性があります。黄色い太陽の光と嵐の雲が放つ青い光が混ざり合った結果、空が緑色に染まるんですね。海辺で爽やかな風に吹かれ、楽しい一日を過ごしているあなた、突然浜辺から水が勢いよく引いていくのに気がつきました。そのような現象に気づいたら、一刻も早く浜辺からできるだけ早く遠くへ走って逃げてください。これは津波が近づいている印です。早く反応すればするほど生存の可能性は高まります。極端にではないにしても、海面が上昇している場合も津波が近づいている可能性があります。 40% の確率で津波が発生し、押し寄せる海水が津波の第一波となります。次の津波はより大きく、より危険なもので、通常10分程度でやってきます。もう一つの津波の前兆として、大きな音とともにやってくるという特徴があります。雷のような轟く音、機関車のような音、ヘリコプターの音、あるいは爆音のように表現されています。浜辺で水が小川のようにちょろちょろと流れていたら、水辺に近づかないでください。水面下に引き波があり、非常に危険な状態にある可能性があります。稀に波が海岸に奇妙な形でぶつかり、このような離岸流が形成されます。波が奇妙に切れていたり、水の色が他の部分と違っている場合もあります。また海藻が四方八方に散らばっているのも離岸流の警告サイン。もし離岸流に巻き込まれたら、決して流れに逆らわずに浮くようにしてください。
流れに逆らったとしても貴重なエネルギーを無駄にするだけです。大声で助けを求め、海岸に平行に浮くようにしてください。流れから外れたら岸に向かって斜めに泳ぎましょう。円錐形の雲を見たら避難場所を探してください。激しい嵐が近づいているサインかもしれないので、巻き込まれないようにするのが大切です。ただし円錐形の雲が回転し始めたら、それは竜巻に変化しつつあるサインです。ミツバチを観察していると、いつか大きなトラブルから救ってもらえるかもしれませんよ。働き者のミツバチは嵐が近づいていると感じると普段より活発になります。嵐が来る前により多くの蜜を集めようと急いで仕事をするのです。雨の気配がないようでも、大雨が降る10から15分前には必ず巣箱に戻っていきます。その秘密は背中にある超高感度の毛、これが嵐雲から発生する静電気を感知するのです。何世紀も昔から人々は大きな地震が起こる 2,3 日前に動物が奇妙な行動をとることを知っていました。犬は吠え続け、牛は乳をあまり出さなくなり、ヒキガエル、ネズミ、ヘビなどは巣から出ていくのです。人間が気づかないようなわずかな初期段階の衝撃でも動物は感じることができるようです。科学者たちはこの現象を説明しようと試験や実験を重ねてきました。しかし今のところ詳しく解明できていません。空気中のオゾンの匂いを嗅ぐことはできますか？雷雨が近づいてくると刺激的な匂いをはっきりと感じることができます。これは雷の電荷によって高いところから放たれています。もう一つ逆に心地よい雨の匂いはペトリコールと呼ばれるものです。雨水が草木やコンクリート、アスファルトの分子を目覚めさせ、その香りがあちこちに広がっているのです。その香りは口の中でも感じることができるんですよ。稲妻が放つ空気中のプラスイオンがオゾンや唾液と混ざり合って苦い金属味がしてくるのです。雷が落ちる直前、近くの金属物から鋭い音や機械音、振動音などが聞こえることがあります。また手のひらに汗をかくこともあります。あるいは髪の毛が逆立つことも。これらのサインを感じたらすることはただ一つ、命がけで逃げましょう。静電荷が体中を駆け巡り、嵐の不電荷の部分に向かっているのです。これは逃げるしかありません。近くに避難できそうな場所がない場合は、体を丸めて周囲のものよりも自分を小さくするような体勢をとりましょう。傘は捨て、金網、金属パイプ、線路など金属製のものに近づいてはいけません。また地面に寝っ転がるのも禁物。地面が濡れていると電気を通しやすいからです。家の横に突如としてアスファルトの隙間ができたら、それはシンクホールの警告サインかもしれません。家の中を点検してみましょう。ドアが閉まりにくくなっていませんか？壁と天井の間に隙間が空いていませんか？他にもキッチンキャビネットや引き出しがずれる、床が斜めに傾く、階段が傾斜する、雨のたびに雨漏りする、モールディングがずれているなどは、すべて地面が陥没するシンクホールの予兆です。シンクホールかどうか、どの程度危険なのかは建築会社に相談してください。もしすでに陥没している穴を見つけたら、その場所には決して近づいてはいけません。フェンスやロープで囲い、他の人に危険が及ばないようにしましょう。修理には業者を呼んでくださいね。火山の中には噴火寸前に悲鳴を上げるものがあります。火山噴火の前に小さな地震が起こることが多いのですが、ハムノイズを発生させます。人間の耳にはほとんど聞こえませんが、時には地鳴りや風のような音のように聞こえる周波数に達することがあります。この音は高超波振動と呼ばれます。火山によってはマグマの泡が近くの隙間を通るときに振動する音ですが、いつもこのような音とは限りません。もし科学者たちがこの火山が発する音の原因を解明できれば、限定的であったとしても火山噴火の早期警報システムを作ることができるかもしれません。野山に行くときは小川や沢、川の水に注意してください。雨が降っているのに水位が急速に下がっている場合は、地滑りが近づいているサインかもしれません。またかすかな地鳴りのような音や岩がぶつかり合うような異常な音が聞こえたら、土砂崩れが迫っている可能性があります。そのようなサインに気づいたら、一刻も早く安全な場所に避難してください。果てしなく続く暑い砂漠、一見生物など生息していないように思えますね。しかし砂漠には危険で、時には不気味な生き物に出会うことがあります。その中には健康上の問題を引き起こすだけの生物も、永遠に記憶に残る生物もいます。今回の動画では危険生物から悪夢のような生き物まで、砂漠に生息する生物を紹介していきましょう。砂漠を歩いていて手を広げた大きなテディベアを見たとしましょう。
それが蜃気楼だろうと思いつつ近づいてみます。いいえ、これはぬいぐるみなどではなく巨大なサボテンだったのです。しかし何か奇妙です。奇妙な綿毛のせいで枝がテディベアの腕のように見えます。しかしこれは綿毛ではなく数千本もの細い針だから、このサボテンには近づいてはいけないのです。ジャンピング蝶やまたはテディベア蝶やと呼ばれるこのサボテンは、アリゾナ州とメキシコ北部の砂漠地帯に育ちます。ご心配なく、このサボテンは襲ってはきませんが、触ると皮膚や衣服にまとわりつきます。このような毛皮のコートはサボテンを動物から守ったり、日陰を作って暑さからサボテンを守ってくれています。光合成を行い内部に大量の水分を蓄積する側枝は植物の最も重要な部分、つまり危険ではあってもサボテンは砂漠の放浪者にとって役に立つのです。しかし危険なのは針。よく見るとフックのような形をしています。軽く触れるだけで数百本もの棘が瞬く間に指に刺さってしまいます。この棘を取り除くのはかなり難しく、針は不快な痛みを引き起こします。ところでこのサボテンの一番面白い点は繁殖方法。植物は新しい場所で自分自身のクローンを作るのです。動物や人間がジャンピング蝶やのそばを通り過ぎて触れると、サボテンは針とともに自分の小さな欠片を刺します。この破片が地面に投げつけられるとすぐに根を張り成長し始めるのです。危険度を増しますよ。砂漠から次の怪物がこちらに向かって走ってきますよ。これはダチョウ。ダチョウは砂の中に頭を隠す臆病者だと思う人も多いかもしれません。しかし運悪くダチョウに遭遇してしまったら、その考えを改めることになるでしょう。通常ダチョウは攻撃的ではありませんが、ダチョウの巣の付近では走って逃げた方が無難です。ただしダチョウの移動速度は時速 70km なので逃げることは不可能。逃げ切るには車が必要です。ダチョウは走りながら胸で敵にぶつかります。ダチョウがバンを襲って大きな損害を与えた例もあるんですよ。しかしダチョウがもたらす主な危険は鋭い爪を持つ強力な足。彼らはそれで強烈な打撃を与えることができ、敵を倒すことだってできるんです。つまり遠くにダチョウを見かけたら反対方向に後退しましょう。この小さな斑点のあるトカゲはアメリカ南西部とメキシコ北西部の乾燥した砂漠でほぼずっと地中に生息しています。時々昼食を探しに外に出ることもあります。可愛いように見えますが、実は危険なアメリカ毒トカゲ。その分厚い皮膚がタカやコヨーテなどの捕食者から守ってくれます。この生物の主な防御手段は毒。蛇やクモは針のような長い牙を使って毒素を注入します。アメリカ毒トカゲは毒を広げるために獲物を締め付けて噛み砕きます。人が噛まれると長い間顎が開かなくなることもあるほどです。この動物を駆除するのは至難の技。毒を実際に体験した人はまるで熱いマグマが血管を通り抜けるような感じがしたと言います。とはいえこのトカゲは科学の役に立つことも判明しています。この毒で糖尿病や肥満の治療薬が作られたのです。そろそろ砂漠に住むかなり不気味な生き物を紹介しましょう。静かにして静寂に耳を傾けてください。動かないで。周りには誰もいません。突然下からヒューヒューという音が聞こえてくる。下を見るとそれが現れます。人間の手のひらほどの大きさで強い顎と長い足を持つ黄色い大きなクモが体の影に隠れています。恐怖のあまりこの怪物から何とか逃げようとしますが、クモはあなたを追いかけてきます。この状況で難しいのは承知していますが、落ち着いてください。この怪物はあなたに興味はありません。灼熱の太陽から隠れるためにあなたの影に隠れたいだけなのです。どちらにせよ触らないようにしてください。ヒヨケムシの強力な顎は控えめに言っても不快な感覚を引き起こす可能性があるからです。ところでこの生き物はクモではありません。節足動物ですが、ヒヨケムシ目に属します。この生物は噛みつくのが好きで恐れ知らずで攻撃的。昆虫、トカゲ、げっ歯類、小鳥などを捕食します。また時速16キロで移動することもできます。体は小さいですが敏捷なので
プロのアスリートでなければ逃げ切れないほどです。ヒヨケムシは中東の砂漠でよく見られますが、メキシコやアメリカ南西部にも生息しています。ヒヨケムシは夜行性で、日中は太陽を避けようとするため常に影を探しています。ちなみにラクダの影に隠れることが多いことから、英語名を直訳するとラクダグモと呼ばれています。日中は彼らから隠れることはないのですが、夜間特に火を焚くと追いかけてきます。ヒヨケムシは何かを食べようと常に光の方へ向かいます。ヒヨケムシの中には敵を追い払うために威嚇音を出す種もいます。さて、一旦暑い砂漠を離れて湿度の高い熱帯のタンザニアに向かいましょう。木の皮や落ち葉の下、暗い洞窟の中で地球上で恐ろしい生き物ウデムシを見ることができます。これは尻尾を持たない大きなサソリのような姿で、何かに押しつぶされた平べったい体をしています。クモに似ていますが毒腺はなく、巣を張ることもできません。この怪物は静かで素早く動きます。しかし最も恐ろしいのはその2本の前爪、体の2倍もの長さがあります。捕らえた獲物は決して逃げられません。暗い洞窟での生活で視力が落ちたため、ウデムシは日光を避けるようになりました。脱皮の際には高いところでゆっくりと古い皮膚から出ていきます。懐中電灯の明かりをそこに向けると、小さな眉から青白い雲が出てきます。もし実際に遭遇してしまったら、落ち着いてできるだけ遠くへゆっくりと離れてください。でも気をつけて、ウデムシは一瞬であなたの服の下に潜り込み、お腹を噛むことがあります。悪い知らせはこれだけにはとどまりません。ってこれは冗談です。この可愛い怪物はクモやサソリの中でも最も無害な生き物の一つ。あなたを怖がって決して攻撃はしてこないでしょう。ウデムシを美しいと思ってガラス製のテラリウムで飼育している人もいるんですよ。このようなペットを飼いたい場合は、家から逃げ出さないように注意を払ってくださいね。もし逃げてしまったら再び捕まえるのはかなり難しいですから。一瞬のうちにベッドの下に潜り込んだり、床の隙間に入り込んだりします。そして換気システムを通って隣のアパートに行き、隣人を恐怖に陥れてしまうでしょう。さて、もう一種サソリをご紹介しましょうか。この動画に出てくる他の生き物ほど不気味ではないですが、これはアメリカで最も猛毒を持つサソリ。その名はアリゾナバークスコーピオン。問題は砂漠でも家でも庭にもいるということ。この危険な猛毒の獣は部屋に潜り込み人を刺すことがあります。一度刺されると蜂に刺されたような痛みを引き起こします。しかしアレルギーを持つ人は麻痺や呼吸障害、その他の健康問題を引き起こす可能性があるので要注意です。ホテルの部屋にチェックインし、 Wi-Fi に接続し、ベッドに飛び乗り、新しい窓からの眺めを15枚の写真に収めて投稿。最初の興奮が冷めた頃、大型テレビに不審なランプが点滅していることに気づきます。もしかして誰かに監視されているのか、それともスパイ映画の見過ぎか。隠しカメラにはいろいろな形や大きさがあります。大きなものはすぐに見つかりますが、小さなものは本当に目立たなくすることができます。家具の裏、装飾品や通気口など気づかれにくい場所に隠れていることが多いんです。目覚まし時計、写真立て、花瓶、ランプなど日常的に動かせるものに隠すことができる特別なカメラもあります。これらのものが変な角度に向いていないか、ベッドやバスルームが一番よく見えるように配置されていないかチェックしてみてください。すべてのカメラにはレンズがついているので、隠しカメラを見つける最も簡単な方法はレンズの反射を探すことです。電気を消してゆっくりと懐中電灯、レーザーポインター、または特別なワイヤレス検出器で部屋をスキャンします。検出器には赤外線スキャンライトと照明がついています。反射する赤い点を見つけたら、懐中電灯で隠しカメラがあるかチェックしましょう。通気口はもちろん、壁や天井の穴や隙間も必ずチェックするように。高度な検出器の中にはカメラが見ているものを表示するものもあり、発見して無効にするのがより簡単になります。ただし検知器は電源が入っていて、正常に動作しているカメラにのみ機能します。携帯電話も隠れた脅威を見つけるのに役立ちます。Bluetooth をオンにして歩き回り、画面に知らないデバイスが表示されるかどうかを確認します。
もう一つのアイデアは、ホテルで使用している Wi-Fi ネットワークに接続されている全てのデバイスを表示するスキャナーアプリをインストールすることです。スキャンが終わったら、IP カメラや CAM と呼ばれるデバイスのリストを調べます。さらにスマホを自撮りモードにして、電気を消してカーテンを閉め、画面に集中しながらゆっくりと部屋の中を見渡して、画面に紫や白の光が映り込んでいないか注意してみてください。友人や家族に電話して探偵ごっこをしながら部屋の中を歩いてみるのもおすすめ。隠しカメラは一種の高周波を発しているはずなので、電話の通話信号を妨害する可能性が高いんです。部屋のある場所で通話中に変な音が聞こえ始めたら、よく点検してください。照明のスイッチやコンセント、ランプなど普段は気にしないようなものもチェックしてみましょう。少し曲がっていたり、穴が開いていたり、位置がずれているように見えたら、誰かにいたずらされたサインかもしれません。スパイ機器の多くは配線を必要としますが、その配線を隠すためにビニール製の幅木に隠したりすることも。そのため床と壁の境目も要チェックポイントです。凹凸や変色はそこにマイクが隠されているサインかもしれません。コインより小さな天井や壁のシミも同様です。もし隠しカメラや不審なものを見つけた場合は、恥ずかしがらずにホテルの管理者や旅行会社に知らせてください。その際、自分で触ったり動かしたりしないようにしましょう。ホテル側が全否定した場合は、地元の警察署に連絡してください。部屋の中にカメラがないか確認したら、鏡もチェックしてみてください。向こう側から誰かが見ている可能性があります。まず鏡が壁に埋め込まれているか、調整可能かどうかを確認します。鏡が半透明であれば壁に埋め込まれているはずです。鏡を確認するための簡単なテストができます。指先をガラスに押し当て、指を離すと指紋が残るくらい強く押します。指紋をよく見て、ガラスがあるべき場所で指紋と鏡の間に小さな隙間があれば、それはただの鏡です。半透明の鏡の場合は隙間はありません。鏡が半透明かどうかを確認するもう一つの方法は、単純に叩いてみることです。向こうから誰かが見ていれば、鏡は空っぽの音を立てるはずです。マジックミラーは自分の側よりも反対側の方が明るい光が必要です。鏡に近づき、両手で目の周りを囲んでみてください。鏡の裏側に光が見えますか？もしそうなら、誰かに見られているかもしれません。部屋を出る前や寝る前に、全てのドアが確実にロックされていることを確認してください。部屋の入り口だけでなく、テラスがある場合はそこに続くドアも含めてです。宿泊する場合は携帯用のドアロックを持参すればより安全です。またドアを閉めるためのアームにベルトやバッグのストラップを巻きつけるのも良いでしょう。バックルをして何度か巻きつけると、さらに保護が強化されます。また眠りにつく前のアイデアとして、ドアの脇に物のピラミッドを作るというのもあります。コップやマグカップでも十分です。もしあなたが寝ている間に誰かが中に入ろうとしたら、大きな音が発生することになります。侵入者は静かに行動したがるので、侵入を諦める可能性が高いですよ。貴重品を持って旅行し、部屋の周りに置いておくのが不安な場合、部屋の中にある金庫に入れることもできます。しかしそれらの金庫は、万が一の時にホテル側が開けられるように、鍵の代わりにパスコードが使用可能な場合があります。ですから自分の金庫を持ち込むのもおすすめ。 Amazon などで本型金庫が売られています。丈夫な金属と質感のある紙でできていて、コンビネーションロック付きで、パスポートや現金、宝石を入れるのに十分なスペースがあります。ノートパソコンを部屋に置いていかなければならない場合で、 USB ドライブを挿してデータを盗む人がいないことを確認したい場合は、次のようにします。 USB ポートの横に水の入ったボトルなどを置いて、親指1本分の距離を測ります。誰かがノートパソコンにデバイスを接続するためには、ボトルを移動させる必要がありますからね。さらにもう一歩踏み込んで、ある角度でノートパソコンに平行にペンを落とすこともできます。コンパスアプリを使ってスマートウォッチやスマホで角度を測ることができるので、動かされたらすぐにわかります。また入室しないでくださいというサインを使った方法で、留守中に誰かが部屋に入ったかどうかを調べることもできます。慌てて出て行って、ドアとドア枠の間に誤って看板が挟まってしまったように見せかけましょう。
帰ってきて看板がドアにぶら下がっていたら、誰かがそれを無視して部屋に入ったのでしょう。その場合はレセプションに連絡して一緒に部屋に入る人を派遣してもらい、安全を確保することができます。自分の持ち物や身の安全と同じように部屋の清潔さにも気を配るなら、おすすめのアイデアが、ホテルのハウスキーピングは8時間の勤務で最大20室を担当するのが普通です。つまりあなたの部屋を担当する時間は30分もないのです。ベッドメイキング、部屋とバスルームの床掃除、ゴミ箱の開け方、ホコリの取り方などには十分な時間を費やしますが、照明のスイッチ、ドアや引き出しの取っ手、リモコンなど小さなものを掃除する時間はほとんどありません。そしてこれらこそよく触るアイテムですよね。トイレよりも雑菌が多いこともありますから、あなたの手に細菌がつかないようにしたいのなら、触る前に全てのものをきれいにできる量の抗菌ウェットティッシュを使用するのをおすすめします。強力な雷雨の夜、空が晴れていればエルフやノーム、トロール、ブルージェットが見えるかもしれない。ブルージェットってなんだか適当な感じがするのは私だけだろうか。しかし実際にはおとぎ話の話をしているわけではなく、これらはすべて荒れ狂う雷雲の非常に高い位置で見られる様々な種類の稲妻の閃光の名前なのだ。赤いスプライトを見てみよう。これは雷雨の上空に現れる閃光で、群れをなして現れる。雷雲から地面への静電化落雷と呼ばれる特殊な雷によってのみ発生するため珍しい。つまり落雷の際にプラスの電荷が雷雲から地面に移動するのだ。このようなタイプの雷は落雷全体の 10% に過ぎない。100年以上もの間、多くの人々はこれらの閃光を単なる都市伝説だと信じていた。確かに人々は時々閃光を見たが、その閃光はあまりにも短時間であったため、たとえあなたが幸運にもその閃光を捉えたとしても、この現象を一緒に目撃してくれる人を呼ぶ時間はなかっただろう。格式ある科学者やパイロットが目撃したと話しても、科学界はほとんどそれを無視した。1989年、奇妙なことが起こった。ミネソタ大学の研究者たちが実際に放電をフィルムに収めることに成功したのだ。世界中の人々がレッドスプライトの動画や写真を共有し始めたのだ。レッドスプライトはイオン化した空気でできた100メートルほどのボールとして始まることもある。これらのボールは高速の 10%、 約80キロの高さから降り注ぐ。研究者たちは荒れ狂う雲から降り注ぐ稲妻だけでなく、宇宙に向かって上がるこのカラフルな閃光も研究している。つまり電気は帯電した電離層まで伸びるが、同時に地上に向かって押し流されるのだ。レッドスプライトには様々な形があり、例えば77平方キロメートルもの面積を持つクラゲの形をしたものがあったり、人参の形や列をなしたものも目撃されている。列の下の方は青く、上の方は赤いことが多い。2022年8月22日、私たちはチリのアタカマ砂漠の上空で真っ赤な筋の見事な写真を撮ることができた。その赤い筋は緑がかった別の大きな光に囲まれていた。これは大気光と呼ばれるもので、光害がない時にだけ見ることができる。基本的には人工的な光を使いすぎた時に起こるため、星や他の天体を観察することができないのだ。そしてこの大気光は大気中の窒素と酸素の原子のために起こる。日中、太陽光が窒素と酸素の電子を奪う。そしてゆっくりと電子と再結合し、その過程で発光するのだ。レッドスプライトを見るには、まず大きな雷雲を見つける必要がある。夏から春にかけて、例えば6月頃によく見られる。もちろん地上レベルで雷を伴う強力な嵐があれば、レッドスプライトはいつでも出現する可能性がある。空は晴れていてとても暗く、理想的には明るい月明かりがないこと。そして嵐は160から322キロメートルほど遠くにあるはずだ。そうすれば雲が空を遮らず視界が良くなる。完璧なシナリオでは嵐は遠くの地平線に沿って移動しているので、雲の上の全てを見ることができる。さらに気象レーダーで嵐を追跡することも可能だ。さらにあなたの目は周囲の暗闇に順応するのに
時間が必要だ。雲の上から目を離さず、雲を直接見ないようにしよう。稲妻は無視するのが一番だ。レッドスプライトは200回の稲妻のストロークのうち1回程度飛び出すので、カメラに収めるのは簡単ではない。しかしその眺めは待つ価値がある。 TLE とは英語で過渡的発光現象の頭文字を取ったものだ。ブルージェット超高層雷放電も注目に値する。これは強力な氷の嵐の上空で非常に速い煙のように流れてくる薄暗い青い光である。これも非常に珍しいもので、ほとんどの場合飛行機からしか見ることができない。そして次はおとぎ話のような生き物の話を紹介しよう。エルフと呼ばれる稲妻の閃光は大気圏の約 97km 上空で見ることができる薄暗い光の短い円盤である。これは単なる略称で、正式名称は英語では大変長いので、今日の動画ではエルフと呼ぶことにしよう。次は大気上層の雷トロールの話だ。非常に強力な赤いスプライトが閃光を放った後、雲の頂上近くで赤い斑点が弾ける。ノームは最小で最速の閃光だ。私たちが話しているのは雷雲の大きな金床のてっぺんから閃光を放つ小さな白い光のトゲのことだ。金床とは荒れ狂う嵐の頂上で見られる細長い雲のことだ。上層風と一緒に風下に広がる。そしてノームはほんのマイクロ秒しか続かない。そしてこれを見てほしい。ボールライトニングはゴルフボールほどの大きさもあれば、非常に大きなビーチボールまで成長することもあり、燃えるような球体の形をしている。色は黄色、赤、白、オレンジ、緑、紫など。そして数秒間、時には数分間も生き続けることができる。何世紀にもわたり多くの人々が球状の稲妻を見たと語り、時には家の中にまで浮かんできたという。しかしこのような現象は本当に予測不可能で滅多に起こらない。科学者たちは実験室で球状の稲妻を再現することに成功した。彼らは稲妻が地面に落ちた後にボールライトニングが発生することを突き止め、そうなることで土壌中の鉱物流が気化する。火山雷という壮大なものがある。これは火山噴火の噴煙の中で生まれたものだ。他の雷雨と同様、火山雷は静電気が地球の大気に蓄積されることで形成され、それが稲妻の形となって放出される。科学者たちはこのメカニズムの全てを理解しているわけではないが、帯電に関係していると考えている。例えば氷の帯電が雷雨を発生させる。火山噴火の際にも雷の発生に一役買っている。これは噴火で熱せられた空気が上空に上昇し、冷たい空気と出会うことで起こる。噴火によって生じた水分が氷の粒子になり、その粒子が互いにぶつかり合うと電子の一部が弾き飛ばされる。静電荷を帯びた氷の粒子は上空に移動し集まってくる。あるいは摩擦帯電の可能性もあり、これも火山雷につながるものだ。氷の微粒子が衝突して帯電するのと同じように、火山灰と岩石の破片が衝突して帯電したイオンが発生するのだ。暗い稲妻もある10年以上前、研究者たちは雷雲が短時間だが非常に強いガンマ線を発生させることを発見した。ガンマ線は非常に明るく、たとえ数百マイル離れていても人工衛星のセンサーの目をくらませることができる。また反物質を作り出すこともできる。反物質とは通常の物質の粒子と反対の電荷を持つ粒子でできた物質の一種である。ブロックでいっぱいの2つの箱があるとしよう。あるブロックは赤く、あるブロックは青い。この箱が通常の物質を表しているとしよう。そして反物質は反対の色のブロックが入った反箱となる。反箱の青いブロックは赤く、反箱の赤いブロックは青い。これらのペアが互いに接触すると、それらは消滅、つまり消滅しエネルギーに変わる。これが物質と反物質の粒子が出会うと起こることなのだ。そしてこれらの閃光は実際には見えない光を放つ暗黒稲妻の結果である可能性がある。通常の稲妻には低速の電子が含まれている。
ハンコクイナズマは電子の高エネルギーである。電子は空気分子に衝突しガンマ線を発生させる。おっと、アメリカでまた強盗が起きました。 22.6 秒ほど待てば次の強盗が起きます。在米の皆さん、ご心配なく。備えあれば憂いなし。ということで今日は家の防犯策についてお話ししましょう。サイン一つで家の安全が守られる場合があります。本当は持っていなくても防犯カメラありのサインをつけていたら効果はあるんです。信じられないかもしれませんが、泥棒は入りやすい家を探しています。もう一つのアドバイスは本物っぽいサインをつけること。手書きのものでは効果はありません。お金をかけてでも高品質の見た目のものを選びましょう。もう一つのアドバイス、大きめのブーツを泥棒が見えるような家の外に置いておくこと。誰か体格が良く危ない人が住んでいると見せることができます。鉢合わせたら大変ですからね。次はドアの点検といきましょう。マットの下に合鍵を置いてないですよね。マットの下に置いておくのはクッキーかポテチにしましょう。こうしておくと呼ばれていない不審者が来たか予測するのに役立ちますが、 100% とは言えません。配達員や近所の人が来る場合もありますからね。クッキーはマットの下ではなく美味しくいただきましょう。仕事から帰宅。今日はしんどい日だったので疲れ切っています。内側から鍵をかけた後、鍵を鍵穴に入れたまま忘れてしまいました。鍵はかけたし、鍵も内側にあるし大丈夫だろうと思いますよね。でもその時泥棒があなたの家を狙っていたとしたらどうします？鍵穴に鍵が入ったままだと無理やり侵入できないと思いますよね。でも鍵を外側から押し出して鍵を開ける道具を持っている泥棒もいるんです。次の瞬間にはあなたがぐっすり眠っている間、音を立てずに侵入した泥棒は貴重品を奪って逃げていきます。これに対しては内側からしかかけられない鍵をつけておくのが最善策だと言えます。持ち家ではなく賃貸だったとしても、新しい新居に引っ越す時には鍵を変えてもらいましょう。合鍵がいくつあるのかは分かりませんよね。賃貸に関しては全住人の情報は全くありませんよね。もし万が一ドアに鍵をつけたまま長い間外出してしまった場合、鍵を変えた方がいいかもしれません。大げさに考えすぎかもしれませんが、安全第一に考えましょう。さらに玄関にあからさまに鍵を置いておくのもよくありません。玄関にポイッと置くのではなく、今のどこかに収納する方がいいかもしれません。ドアではなく窓から狙われる場合もあるので、窓際もご注意。ゴミに関しても、高価なアイテムのパッケージを捨てるときは注意しましょう。泥棒に何をいくらくらいで購入したのかバレてしまいます。ゴミには個人情報やクレジットカードの情報が含まれているので注意しましょう。郵便受けにもご用心。鍵をかけておきましょう。郵便物を漁る犯罪者もいます。郵便受けに鍵をかけて個人情報が掲載されたアイテムは必ずシュレッダーにかけ、どんな情報も守るのが最善策といえます。次は家の前の庭に注目。何か邪魔になるものはないですか？こういった大きな茂みです。生えっぱなしになっているのはわかります。でもボサボサになればなるほど泥棒が隠れる都合のいい場所になります。さらに手入れされていない庭木は誰もいない印とみなされます。わかりますよね。お伝えしたすべてを実践しなかったせいで泥棒に入られたとします。彼らが狙うのは現金。家に現金を置かない主義の方は聞き流して構いませんが、貴重品に当てはめることもできますよ。現金はプラスチックの袋に入れて残り物と一緒に保存することができます。さらにキッチンや倉庫に古い洗剤の入れ物に入れて隠しておけます。泥棒はそんなところまで見ませんからね。やらない方がいいアイデアがこちら。薬箱に現金や貴重品を隠すのは最善策とは言えません。冷蔵庫もいいアイデアとは言えません。意外と泥棒はそういう場所はチェックするんですよ。鍵をどうやって保管しているか確認しましょう。車の鍵と家の鍵を一緒に保管しているあなた、やめた方がいいかもしれません。まず鍵をなくした後、泥棒が居場所を突き止めたとします。
家の貴重品を奪うだけでなく、車もすべて持ち去られてしまいます。貴重な財産が盗まれてしまいますよ。ガレージもそこから侵入されないようにきちんと鍵をかけましょう。ガレージには狙われるものがないなんて思っていませんか？とは言っても泥棒を止めることはできません。どんな小さい窓からでも侵入するときは侵入します。ドアが狙われやすいのは彼らにとっても安全だから。窓から無理やり入ると怪我をしてしまいます。見た目を気にしているのではなく DNA を残してしまいますね。泥棒は細心の注意を払って何も残さないようにします。イギリスの報告では証拠を残す泥棒は 3% ほどしかいないようです。夜に身を守るにはいくつかの方法があります。その1、鍵穴にペーパークリップか大きめの安全ピンを入れます。合鍵を入れておくのもいい策です。こうしておけば侵入を難しくすることができます。その2、バリケードを作るのもいい策。重い椅子や本棚など安全第一ですからね。内側にドアが開く場合ドアストッパーを置くのもいい考え。椅子も使えますよ。ドアノブの下に置きます。最強策とは言えませんが仕事はしてくれます。ドアノブを固定したりハンドルを縛っておくのもいいアイデアですね。偽の防犯カメラは日中を通して守ってくれます。泥棒は入りにくい家に入りません。本物の防犯カメラをお持ちの方はバレないようにしましょう。見えにくい場所に隠しましょうね。お金をかけてでも防犯したいという人はモーションセンサーがおすすめです。泥棒は暗闇を好みますのでいきなり照らされると逃げ出します。在宅中だとわかる限り効果的なこのアイデア、外出中だとバレてしまうとあまり効果はありません。テレビやラジオのタイマーも使いたいアイデア、これらを使えば外出中でも在宅中だと騙すことができます。モーションセンサーライトと組み合わせるとさらに効果的。効果がない泥棒もいますが、どれも 100% の保証はないですからね。テレビがついていても構わない泥棒もいます。それでは生きているアラームシステムはどうでしょう。本物でも偽物でも使えます。ワンちゃんです。ブーツのトリックを覚えていますか？犬でも同じ効果があります。大きな餌のボールを置いておきます。本物に見せるのがコツですよ。新品未使用のボールだとあまり効果はありません。ご近所さんとは顔見知りですか？そうでないならクッキーでも焼いて顔見知りになりましょう。泥棒は近所の人たちが知り合い同士の環境を嫌います。このような環境だと不審者を通報される可能性が高くなります。近所の人が見てくれる環境はとても効果的な防犯術と言えます。新しい友達を増やしましょう。